マレーネディ・トリヒ、モロッコは1930年制作、公開、ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督のアメリカ映画、トーキーである。ベノビグニーの舞台劇、エイビー・ジョリーが原作。日本では初めて日本語字幕が付されたトーキー作品としても知られている。1930年、パラマウント映画が制作し、撮影は同年7月15日クランクイン。 同年8月18日にクランクアップした。同年12月6日には同社の配給で米国内で公開された。第4回アカデミー賞で監督賞にスタンバーグが、女優賞にマレーネ・ネディ・トリヒが、美術賞にハンス・ドライヤーが、撮影賞にリー・ガームスがそれぞれノミネートされたが、いずれも受賞は逃した。日本では1931年2月25日、 同社の中日オフィスが配給し、東京、有楽町の方角座をはじめとする松竹系の劇場で公開されたが、本作の公開にあたり、セリフを日本語に翻訳し、スーパーインポーズでプリントに焼き付ける方式を日本で初めて採用した。田村幸彦が研究し、縦書き、一巻あたり30枚平均のタイトル原稿というスタイルが編み出された。 当時の日本の工業会は、サイレント映画が中心であり、全国の映画館には、学体と活動弁士が常駐していた。トーキーのアメリカ映画を上映する際には、セリフを追いかけて弁士が日本語で解説したり、サウンドトラックをカットして、音声を流さずに弁士が解説したり、吹き替え版を作成したりと苦心がなされていた。日本語字幕が付されたことで、本作の上映に関しては、 弁士が不要となってしまい、配給元のパラマウント映画に抗議が行われた。結果的にはこの方式が現在に至る主流となっている。本作は1992年、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。外人部隊に属するトム・ブラウンは、女たらしで有名である。次々に女を変えていたトムだが、ある日駐在しているモロッコの酒場で、アミー・ジョリーという名の歌手に出会い、 恋に落ちる。しかし、セザール副官が妻とトムの関係を知ったことから、懲罰の意味でトムは最前線に送られることになる。別れを告げるために、アミーの前に現れた、トムだったが、金持ちのベシエールが彼女に求婚していることを知り、彼女の幸せのためにとその場を後にする。ベシエールと婚約することになったアミーだったが、トムが負傷したと聞くと、ベシエールにせがんで急いで、 トムが入院している病院に向かう。しかし、トムは、怪我をしたふりをしていただけだった。アミーは、トムと再会するが、トムは再び戦地に赴くことになっていた。アミーは、トムの舞台を見送る。しかし、舞台に付き従っていく、女たちの姿を見たアミーは、ベシエールに別れを告げ、自分もその女たちと共にトムを追いかける。1936年6月に、 ラックスラジオシアターでラジオドラマ化された。主演はマレーネディ・トリヒ、クラーク・ゲーブル。この番組はニューヨークのラジオシティにあるスタジオからブロードウェイの舞台劇をラジオドラマ化して放送していたが、1936年に番組の放送拠点をロサンゼルスに移し、ハリウッド発の第1回目の放送として行われた。ありがとうございます。